国際捕鯨委員会、国際捕鯨委員会、国際捕鯨委員会は国際捕鯨取締条約に基づきクジラ資源の保存及び捕鯨産業の秩序ある発展を図ることを目的として設立された国際機関。日本の条約加入は1五十一年。事務局はイギリスのケンブリッジにありクジラ資源の保存及び利用に関しての規則を 採択したり、クジラの研究、調査の調整、主催を行う。科学、技術、保存、財政運営の4つの小委員会を持っている、技術委員会は現在開かれていない。総会のもとに、適に各種小委員会、作業部会、特別会合等の会合を開く。総会は2012年までは年に一度開催されていたが、以降は各年開催が決定されている。 現在の事務局長は、サイモン・ブロッキントン、サイモン・ブロッキントン博士、議長は、セントルシアのジャニーン・コンプトン・アントイネ、副議長は、ベルギーのフレデリック・シャメイである。国際捕鯨委員会は、クジラ資源の保存、利用に関し、A 保護される種類及び保護されない種類、B 解禁期及び禁了期、C 解禁水域及び禁止水域、サンクチュアリの指定を含む、 D 体調制限、E 捕鯨の時期、方法、捕獲量、F 使用する、捕獲用具、措置、G 測定方法、H 捕獲報告、統計等の記録、I 監督の方法に関して、不評、スケジュールの修正を行うことができる、国際捕鯨取締条約第5条1項。不評の修正には、本会議で投票する。 加盟国代表の4分の3の多数を必要とする第3条2項。不評修正は、A、この条約の目的を遂行するため、あるいは、クジラ資源の保存、開発、最適利用を図るために必要なものであること、B、科学的知見に基づくこと、C、国別配分割り当てや、先端別、捕鯨基地別配分を規定しないものであること、D、クジラの生産物の消費者、 捕鯨産業の利益を考慮したものであることを要する第5条2項。不評は条約の不可分の一部であり、本条約において条約という場合は、この不評を含む第1条1項。委員会は、クジラ、または捕鯨及び国際捕鯨取締条約の目的に関する事項について、定約政府に随時勧告ができる第6条。勧告については、 投票する加盟国代表の単純多数決で行われる第3条。このほか手続き規則の採択など、不評の修正以外の決定は全て単純多数決で行われる同条。なお、国際保鯨取締条約の規定にかかわらず、定約国政府は科学研究のため、クジラを捕殺することを許可する特別許可証を発給することができる第8条。 条約非定約国は条約帰宅国であるアメリカ合衆国に対して通告することによって条約への加入を行うことができる第10条2項。また定約国は脱退を希望する年の1月1日よりも前に条約帰宅国であるアメリカ合衆国に対して通告を行えば6月30日に脱退することができる第11条。 設立当初から1970年代半ばまでは、加盟国はおよそ十数カ国で推移していた。主要加盟国は、ノルウェー、英国、日本、ソ連、オランダなど、南極海捕鯨創業国、デンマーク、オーストラリア、米国、カナダなど沿岸捕鯨創業国であった。1970年代後半期より、加入国が急激に増加し、1980年代には、 40カ国前後が IWC 加盟国となった。これは、ペリューなど IWC 非加盟捕鯨創業国及び非捕鯨国に対して米国などから加盟が強く促されことによる捕鯨国に神話的な票を投じていたカナダは81年に脱退を通告し、反捕鯨国が IWC において不評改正に必要な4分の3以上の多数を占め、 ゲール医主に関する科学的不確実性を理由として982年に商業捕鯨モラトリアムが採択されるに至った。その後捕鯨国としては1992年にアイスランドが脱退し加盟国は40カ国程度で推移していたところ2000年代より再び加入国が相次いだ。1999年の年次会合後の記者会見において 亀貝博明農水政務次官は、捕鯨賛同国を増やすために、漁業振興などを目的にした政府開発援助を活用する方針を表明し、日本経済新聞6月3日付長官、朝日劇6月3日付長官、以降日本側と EU 諸国等反捕鯨国との間で加入の干渉が相互に行われたためである。この結果、 加盟国が84カ国へと1990年代に比べて倍増し、現在に至っている。日本側の積極的な招致活動により、2006年にセントクリストファーネービスで開催された年次会合において、商業捕鯨モラトリアムはもはや不必要であるとする決議案を賛成多数において採択ることに成功した。しかしながら、 当日のように当初捕鯨指示として加入した一部、中南米諸国が反捕鯨側での投票行動を取るようになったこと、EU 加盟各国が新たに反捕鯨国として IWC にも相当数が加盟したこと、さらには捕鯨を支持するアフリカ諸国の一部が分担金の不払いにより投票権を失っていること等によって2007年年次会合では IWC 内での勢力比は 反捕鯨国側に傾くこととなった。ただし、日本側も2008年3月に、アフリカ、アジア大洋州の加盟検討国ほか12カ国を、調整して、東京で会合を開くなど、引き続き新規加盟への干渉を続けている。現在の加盟国は89カ国、2012年8月、現在、反捕鯨国が優勢となっている。一般的に、 捕鯨支持国代表は、水産問題担当官庁、反捕鯨国は、環境問題担当官庁が中心となり、代表団が構成される傾向が見受けられる。以上のように、各地域ごとに、捕鯨支持、反捕鯨の勢力比が大きく異なっている。2008年以降の新規加盟国は、以下の通り、日本の干渉活動について、日本の水産庁は、 日本の海外援助はインドやアルゼンチンなど反捕鯨国にも行われており援助のために IWC で日本の味方をする必要もないし反捕鯨政策を取ったから援助がなくなるわけでもないと援助と IWC での投票との関係を完全に否定する主張を以前より言ってきた水産庁ウェブサイトまた日本捕鯨協会は各国の票を 政府開発援助と引き換えに得ているという批判に、対して、全くのでたらめかつ、途上国を侮辱するものであり、カリブ諸国などは怒りを表していると強く言いなしている、日本捕鯨協会ウェブサイト。ただしこれに対して、カリブ諸国の一つであるドミニカの環境、計画、農水大臣で、当時本問題を主観していたアサートン・マーチンは、反捕鯨団体である、ドミニカ自然保護協会、 ドミニック・コンサーベーション・アソシエーション DCA の会長でもあったが、日本が ODA による漁業施設建設工事と引き換えに時刻表を買収したと非難する発言を繰り返しており、2007年に訪日した際も、こうした日本の行動を新たな植民地主義であると主張しているマーチン発言ビデオ映像3分50秒以降。このかグレナダでは日本政府が グレナダ政府に対して IWC に関する資金を拒出していた旨を確認する文書が2005年に発見されているグレナダ政府財務省発出文書。また、この文書の存在を伝えた欧州公共放送、ABC の番組中、ソロモン諸島の元水産専務次官で10年間 IWC 代表を務めたアルベルトアタ、アルバートアタは日本は 当国政府の分担金を払っている。日本は会議への代表団もサポートしている。会議への航空運賃とか日当の形でだと語り、またの後 IWC 代表を受け継いだネルソン・カイル。ネルソン・カイル元水産省も同様に日本が当国の会費を払っていた。はっきりしたことは確かではないが、おそらく10年間くらいだったと思うと証言している。 ゴーシュー国営放送局 ABC 特集番組、アワーコーナーズ。シクア、デレクシクアソロモン諸島首相も2008年、日本政府が会議出席費用を支払っていたことを認めている、ゴーシュー国営放送 ABC ウェブサイト。2007年に、捕鯨指示で新規加入したラオスは、ブアソオンブッパー版首相訪日の際に、国会で IWC への参加を日本との友好関係の、 例として挙げ、政府開発援助などを要請している。コートジボワールに関しても、同国を訪問した山際博志郎衆院議員が、IWC での支持への謝意を表明するとともに、漁業に関する技術援助を協議している、山際博志郎衆院議員ブログ。そもそも前述のように、亀貝博明農水政務次官は ODA により、IWC 日本側支持国干渉を、 名言しているのみならず、2001年の年次会合に、際して、当時交渉担当者であった、小松正幸は、日本の ODA 活用に関して、何も、悪いことはないと発言。これに対して、IWC では、国連海洋法条約、ウィーン条約法条約、友好関係宣言等を、知るしつつ、各国への内政干渉の一切を否認する、 決議案が採択される事態に至っている IWC 決議2001から1号。こうしたことから、世界自然保護基金、WWF など、多数の環境 NGO は、日本が ODA との取引による干渉行動を行っているとして、これを、買収、ボートバイングであると批判している。一方、反捕鯨陣営も1982年の、 モラトリアム採択に向けて、同様に、資金援助を伴った、新加盟国の勧誘を行っていた。ホエールドルフィンコーエディションの活動家、ジーン、ポール・フォートム・ゴーインは、アンティグア、ベリーズ、コスタリカ、セント、ブインセントを勧誘し、IWC への分担金などを提供していた。当時の世界自然保護基金、WWF 会長ピーター・スコット卿。 ピーター・スコットや、グリーンピースの会長、デイビッド・マクタガート、デイビッド・マクタガートとの会議で新規勧誘を決めたという、当時グリーンピースの海洋放入動物のコンサルタントを務めていたフランシスコ・パラシオ、フランシスコ・パラチオによると、このような工作で新規加盟させた国は少なくとも六カ国あり、それら加盟国の年会費だけでも、年間に約15万ドルに達したという。この頃に、 日本代表団の主席代表であった米沢国夫によると新規加盟国の中には IWC への分担金を NGO からもらった小切手で支払ったために関係が発覚した例もあった。なお、投票干渉活動と関連して日本はすべてのメンバー国が自由に意思を表示できる要無記名投票制を主張し2006年までしばしば導入提案を行っていた。 これに対しては透明性に問題が生じる、オーフス条約の趣旨に反するなどの批判があり、議長選出などを除いて採用されていない。その後、2007年2月に東京で開かれた IWC 正常化に関する会合、後日でも検討され、少なくとも現時点では秘密投票を目的とするのを再検討すべきであり、評決は避け、 コンセンサスによる合意を図るべきであるなどの見解が、同正常化会合のワーキンググループから提示され、この旨が正常化会合議長総括として、同年の年次会合総会に報告されている。これを受けて、同年の IWC 年次会合では、日本側は秘密投票の案件等に対する評決の要請を取りやめている。新管理方式。 NMP で十分な科学的根拠に基づいた資源管理ができない以上、より保護主義的な管理をすべきであると主張する科学者も多く現れるようになった。こうして保護的方策として、モラトリアムを採用すべきであるとの科学者からの訴えを受け、1979年の科学委員会では NMP の妥当性が検討されたものの、コンセンサスは得られなかった。こうして、 捕獲枠の算出不能な NMP の失敗は決定的となった。こうした修正を受けて国際捕鯨委員会は1982年に不評1 e の追加により商業捕鯨の一時停止モラトリアムを決議した。この不評修正により母船式捕鯨について1985-86年期から沿岸捕鯨については1986年から 商業捕獲枠はすべて冷凍と設定されるとともに、当該規定は最良の科学的助言の下での再評価が行われ、1990年までに当該措置の資源量への影響の包括的評価を行い、不評最終正と新たな捕獲枠設定を検討することが規定された不評。しかし IWC は90年以降毎年検討を行ったものの商業捕鯨再開について、 合意を得ることができなかった。新たな捕獲枠設定に関連しては、1994年に条約5条1項 C に基づき南極海を3口あり、捕獲対象外の保護区域とする不評 7B の追加を決定している。日本は、同州制が根拠となる条約5条1項について、条件を定めた同条2項の初期定に違反した非合法なものであるとして、 異議申し立てを行っている。また、この後、ラテンアメリカ諸国は、南大西洋を、オーストラリア並びに、ニュージーランド等は、南太平洋について、サンクチュアリ設定を求めてきた権威があるが、いずれも4分の3の多数を得られず、採択されていない。1982年のモラトリアム決議に対しては、当初日本、ノルウェー、ペルー及び、ソ連が、 その法的拘束力を免れるため異議申し立て、条約5条3項を行った。しかし、日本とペルーはその後に異議を撤回している。異議を維持しているノルウェイは、現在も、独自に捕獲枠を設定して、商業捕鯨を行っている。また、アイスランドは、2002年の条約再加入に際し、異議申したとないし留保付きの加入をしたとしている。なお、 この1982年の不評修正以前に、1979年には不評従 D の追加により、ミンククジラを除くすべてのヒゲクジラ、マッコウクジラ及びシャチを対象に母船式捕鯨についてモラトリアムが採択されている。このほか、IWC 以外の場ではあるが、1972年に開かれた国際連合人間環境会議でも、 10年間の商業捕鯨モラトリアムが決議されていた。ただし、同年に IWC でも行われた提案は否決されている。当初 IWC は創業国の監督官が自国の捕鯨母船に乗船することなどを通じて利口を確保する手段としてきた。しかし創業国船団、船舶等による組織的内放送業を防止することができなかった。 特に旧ソ連に関しては、捕獲禁止クジラ種のザトウクジラを大量に捕獲するなど、極めて悪質な違反を組織的に行っていたことが判明している。このため国際監視員制度が1972年より設けられ、非創業国の国際監視員が創業国の違反の有無をチェックすることとなったが、やはり創業違反行為がたびたび行われていた。国際捕鯨委員会では、 改定管理方式、リバイズドマネージメントプロシージャ RMP と呼ばれる商業捕鯨に関する捕獲枠算定方法が1994年に採択されたが、これに基づいた商業捕鯨の再開は現在なされていない。改定管理制度、リバイズドマネージメントスキーム、RMS と呼ばれる監視制度等に関して合意が成立していないためで、ある。 RMS に関する論点は、国際監視員制度、監視制度に関する費用分担、捕獲時の致死時間に関するデータの提供、創業船舶に対する衛星監視システムの導入などが含まれる。これらに加えて、条約第8条で認められている、科学調査目的の補察に関する行為規範、行動部コンダクトの制定などを含む交渉が14年間にわたり行われてきたが、 日本など商業捕鯨推進国と反捕鯨国との間の溝は埋まらず、2006年に RMS に関する議論を無期限に延期することとなり、交渉は決裂した。なお、IWC は RMS が完成するまで、RMP 適用による実際の商業捕獲枠設定は行わないとしているが、商業捕鯨を継続中のノルウェーは、 前日の通り時刻の捕獲枠算出のため独自に RMP を適用していい。現在 IWC において最も意見が分かれるのが日本が条約第8条に基づき発給している科学目的の特別許可書に基づくミンク,クジラを中心とするクジラ類の捕獲、いわゆる調査捕鯨についてである。これらの捕獲による科学調査事業は南極海と北。 太平洋で実施されており、南極海のものは、ジョルパ、ジャパンズホエールリサーチプログラムアンダースペシャルパーミット、インザアントクティック、ジャルパと、音、北。太平洋のものは、ジョルパン、ジャパンズホエールリサーチプログラムアンダースペシャルパーミット、インザウエスタンノースパシフィック、ジャルパンと発音と呼ばれる。これらの科学的調査事業の学術的有効性については、 学術的価値に極めて乏しいという意見が国際学会内で支配的であり、日本国内で捕鯨推進を主張する研究者からもその意義が見えてこないと批判されている一方、極めて学術的価値の高い優れた研究プログラムであるという反論も日本、芸類研究所所属及びこれに関連する科学者より強く主張されている。 学術的価値を疑問視する意見を掲載した、最も有名なものとしては、自然科学雑誌、ネイチャーに2005年に、査読の上掲載された、日本の科学調査事業の策定計画にも携わった、カスヤトシオ博士、オーストラリアのニコラス・ゲイルズ、ニコラス・ J ・ゲイルズ博士、米国のフィリップ・クラパム、フィリップ・ J ・クラパム博士、同じく米国のロバート・ブラウネル、 ロバート・ L ・ブラウネル博士によるジャパンズ・ホーリング・プラン・アンダースクルータニーという論文が挙げられる。同論文はこうした自主的捕獲を必然的に伴う日本政府の科学研究プログラムから生じた作読論文極めて少数にとどまっているばかりか IWC 科学委員会発行のジャーナル・オブ・サテーションリサーチマネージメントに掲載された論文本数はゼロであり そればかりか種の管理のために用いられる科学的パラメーターに関連した査読論文はたった一本、軽群構造に関するものであるに過ぎないと論難している同情論文883ページ。これに対しては日本名類研究所ウェブサイトにも上記主張は科学者としての信憑性を疑わざるを得ない事実の歪曲や誤認が多く含まれたものであり、かつ 感情的な記述を含んだ全く根拠を欠くものであると強く反駁する見解が掲載されており、また国際捕鯨委員会科学委員会提出文書にも同志誌の反論文書が提出されるとともに、日本政府代表よりこれらが苦実的側面からの批判に対して反論が加えられている。科学調査プログラムとして最大の争点となる学問的有用性についても、 査読付きの科学雑誌、英文、和文に投稿した、捕獲調査関連の論文数は84ペにも、上る、ジョルパが18年であることから、年間4.6本こと、被査読ではあれ IWC 科学委員会に提出した論文数は15編以上であること、並びに査読雑誌投稿を試みたものの、査読により論文掲載が却下されたことを挙げている。 このうち南極海において18年間行われた第1期、ジョルパプログラムについて、IWC 科学委員会は1997年に中間レビュー、2006年に最終レビューを実施した。ジョルパの主たる目的の一つは、南極海、ミンククジラの自然死亡率と個体数増加率の推定、生態系における、銅クジラ種の解明であったが、 収集されたデータは IWC で沿用されている科学的管理には一必要のないデータであること、それどころか自然死亡率や個体数増加率、生態系における役割に関してはほとんど何も解明できていないという厳しい評価を受けたとして、この科学を名目とする調査には科学的妥当性がほとんど全く認められないという極めて厳しい批判の声も日本国内の研究者から 上がるに至っている。こうした見方に対して、水産庁は、100点満点で50から60点が、IWC の見方と、IWC 科学委員会の結論を捉える一方、日本芸類研究所は、12月ワークショップが、ジョルパ調査のデータセットは、海洋生態系におけるクジラ類の役割のいくつかの、側面を解明することを可能にし、十分な分析を行えば、 科学小委員会の作業や南極の海洋生物資源の保存に関する条約など他の関連する機関の作業に主な貢献をなす潜在性を有していると結論したことを踏まえ日本の調査の目的は科学であり商業捕鯨が再開したおりその本営を持続可能なものにするための科学なのであるとしてジャ r プの科学的妥当性を強く主張している 日本の南極海における調査捕鯨、ジョルパイに対しては、オーストラリアが日本を相手取国際司法裁判所に対して同捕鯨がモラトリアム等を定めた条約不表に違反すると提訴を行い、この結果、国際司法裁判所は日本の調査捕鯨が商業捕鯨モラトリアム違反であるとの判決を下した。この結果、日本はジョルパイを中止し、 新たな調査計画を策定中である。これまでに日本以外で特別許可証発給を行い、捕獲調査を実施したことのある国の例としては、米国、ソ連、オーストラリア、カナダ、韓国などが挙げられる。最近ではアイスランドが IWC 再加盟後、2003年から2007年までのプログラムとして、ミンククジラ計200頭、当初表明では年に、 ミンククジラ100頭、ナガスクジラ100頭、イワシクジラ50頭で2年について生物学的データ一般の収集及び捕食量調査を目的とした特別許可を発給の意図を表明した。そして実際に2006年までに161頭についての捕獲許可を発給して捕獲した。2007年も残る39頭についての許可を発給し、 うち少なくとも33頭の捕獲を行った。このほか、商業捕鯨も2006年に再開したが、2007年にその創業を中止している。上記アイスランドの特別許可発給に関しては、2003年の IWC 年次会合の科学委員会において審議が行われ、これを受けて開催された本会議において懸念が表明され、賛否両論が付された。 この本会議では、アイスランド及び日本の捕獲調査は商業捕鯨モラトリアムの精神に反すること。第8条は商業目的の芸肉の供給のために強制られるものではないこと。今日では必死的技術の利用でより優れたデータが低コストで得られること。実施中の捕獲調査及び新規の特別許可発給の自粛を求め、七種的調査のみにすべきことなどを内容とする決議が、 多数決で採択、賛成24、反対21、危険一された、レゾリューション2003から2。ただし、アイスランド政府は、同決議は何ら科学的、法的妥当性を有さないものであるとして強く反対、している。現在 IWC では、捕鯨国、反捕鯨国双方とも4分の3の多数を得られる、状態になく、双方の意見は分局化しているが、 これを打開するための努力も同時になされている。1997年、モナコモンテカルロで開催された IWC 年次会合の席上、アイルランドより、都の打開案が提示された、朝日新聞10月21日付が、これによる妥協は得られなかった。RMS に関する協議が決裂したことを受け、IWC を離れた3つのフォーラムにおいて、 IWC の将来を話し合う場が持たれた。第一は日本が中心となるもので、2007年初めに IWC 正常化を目指すための会合が東京で開催された。第二は NGO、ピューザイ財団、プチャレタブルトラスッツの下で行われているシンポジウムであり、2007年国連本部において元ニュージーランド首相。 パーマー教師会のもと開催された2008年1月末にも東京国連大学本部で開催された。第3はラテンアメリカ諸国を中心とするものであり2006年12月ブエノスアイレスで会合を開いた2007年12月にも同地にて会合を開催。これらの結果は2007年の IWC 年次会合に報告された。以上の結果等を踏まえ 2008年3月に英国ヒースローで IWC の将来と題する中間会合が開催され IWC ウェブサイト6月チリで開かれた第60回 IWC 年次会合に結果が報告された。なお、現在捕鯨支持国、反捕鯨国間での考えられうるだ教案として浮上したのが前日のアイルランド提案であり反捕鯨国のうちにはこれを受け入れる向きもあると 報道された BBC2008 年ヒスロー、中間会合報道記事。以上の議論を受け、小作業部会のデソト議長は、以下の妥協案を2009年2月に提示したデソト提案。まず日本の沿岸捕鯨については、5年にわたり、大地、和歌山県、阿波走、北海道、愛川、宮城県、和田。 千葉県から日帰りを条件に5隻以下でのミンククジラ漁を認めるとし、6年目以降については、1、今後も継続、2、廃止の両案を併記した。日本による特別科学許可発給に基づく創業については、2つの案が提示された。第1案では、1、長スクジラ及びザトウクジラの捕獲を行わない、2、南極海のミンククジラについては、 現在の捕獲量から毎年20%ずつ削減し5年目にレートするという内容となっている。第2案では科学委員会からのアドバイスに基づき今後5年間の捕獲等数を決定して捕鯨を継続するというものとなっている。アルファベット順楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。